手の谷本。さあそして打席には宮崎が入ります。さあなおもピンチが続きます。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。なるほど、そうですよね。これは変化球、またインハイ、ボールになります。ストレート打った、セカンドの左、抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。5対4、ベイスターズが1点リードと変わっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。ドラゴンズは代打を送ります。バッターは堂上。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。改めてお聞きします、バッターボックスの堂上、どういったタイプのバッターでしょうか。逆方向ポール際のライナーが切れずに入ってしまう、そういう怖さのあるバッターですね。ああそうですか。ボールになります。これが3球目、高めのボール、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打席には8番バッター加藤。先ほどの打席はファールフライに倒れています。浜口、まずは先頭バッターを打ち取っています。低いところへ決めてきました。打ちました、取りました、一塁を送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の遠藤。ツーアウトランナーありません。最初は空振りになりました。アウトコース見送ってストライクです。あっという間にツーストライクです。ファウルになります。追っつけて打ちました。桑原が掴んでスリーアウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって5対4、1点リードはベイスターズです。これから8回ベイスターズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。福がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターは伊藤。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える8回です。初球ボール、2球目は何で来るか。打ちました、ショートが取る、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の梶谷。
小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。最初は変化球できました。ボールになります。大きく外れてボールになります。ボール先行です。インハイ決まります。インサイド落ちました。センターに抜ける。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには大和。まあバントもあり得る場面ですね。なるほど、そうですか。打ちました。ショート前に来る。堂上二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。まあこれ以上は点はやれないですからね。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。5対4、1点リードはベイスターズです。8回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。パットンが2番手としてコールされています。大島がバッターボックスに入ります。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。期待しましょう。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。さあ赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですがいかがでしょう。まあもちろんそうですね。バッターとしてはどんな形でもいいので塁に出ることを考えていると思います。なるほど。さあどういった形で攻めていけるか。外外れてボール。インサイド落ちました。ライトに強い打球。ライトバックバックバックする。ライトオーバー。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。はうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあドラゴンズ一打同点のチャンスです。ここで同点にできれば逆転勝ちの流れになってきますよね。なるほど、そうですね。まあ彼は初球打ちが得意なバッターですからここも狙ってるでしょうね。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ3球目は何か。外低め決まってストライク。ワンボールツーストライクです。ここは見ます。
は打ち上げています。掴んでワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには福田が入っています。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。まあドラゴンズとしては同点と言わず逆転までいきたいところですよね。なるほど、そうですね。初球は何から入ってくるか。レフトへ、面白いところに飛んでいる。あっと取れない、落としている。これはレフトのエラー。しまったという表情。さあ逆転のランナーも出塁します。記録はエラーということになりました。赤星さん、今のプレー。さあここでドラゴンズ代走を送ります。セカンドランナーは伊藤。ヒットでランナーが帰れば逆転です。さあそして打席にはビシエドが入ります。いいところで頼りになるバッターに回りましたね。さあチャンスが続きます。しっかりつないで絶好のチャンスになったので一気に逆転までいって試合を決めたいところですね。なるほど、そうですよね。まあここはクリーンアップですから最低でふわふわっと上がった。掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそしてバッターボックスには阿部が入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあドラゴンズとしては一発逆転よりもまず追いつくことを考えたいですよね。なるほど、そうですね。ナイスボールですね。はい、外のストレートがストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。三遊間、難しいバウンドを抑えて一塁送球。一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ドラゴンズ2者残塁です。ため息に包まれた名古屋ドーム。8回終わって5対4、ベイスターズが1点をリードしています。これから9回ベイスターズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。勝野が4番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあまず1球目打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには代打の柴田。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球打ち、ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。阿部が掴んでツーアウト。バッターは3番ソト。今日はまだ当たりがありません。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは初球打ち、この当たりはどうか。ビシエドが抑えてスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。5対4、ベイスターズが1点をリードしています。ドラゴンズ最後の攻撃になります。そしてベイスターズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。さあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたい。打ちました大和。アウト。ワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神山崎がドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。チームとしても彼が出てくると苦しくなってきますよね。そうですね、それでも何とかして得点までこぎつけたい。ファウルになります。落ちる球。4球目は何で来るか。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。
打順は8番加藤。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。あと1点が届くかどうか。追っつけて打ちました。これはどうか。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。加藤今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー2塁。ここは綺麗に流していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。バッターボックスには代打の石川。さあ面白い場面となりました。赤星さん、この一打同点の場面でカードを切ってきました。そうですね、まあここは確実に点が欲しい場面ですから、この起用に応えてほしいですよね。なるほど。さあファンの期待を背負って打席に立ちます。いいところへ決めてきます。ストライクです。これが2球目。打ち上げた。ここはフライになっています。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。一打同点のチャンスでしたが追いつくことはできませんでした。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした？そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、いい試合でしたよね。そうですよね。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。